演舞開演。どうも、本日は白こんにゃくベーグルというものを食べてみたいと思います。ベーグルはまあ聞きますけど、こんにゃくおからとかじゃないんですね。でも体に良さそうですし、何よりこれ中にごぼうが入ってるみたいなんですね。ごぼう入りのベーグルって本当珍しい気がします。おー、なんかふわふわしてるというか、ふかふかというか、そんな感触ですね。ベーグルというだけあって弾力があるのかちょっとちぎりにくいですね。でも見た感じごぼう感はないですよね。色はちょっとそれっぽい気もしますけど、やっぱり普通のパンとはなんか違いますね。ではいただきます。あれ、そんなには感じないですね。これごぼうの風味はそこまで強くなく、というよりあまり感じなかったですね。なのでごぼうが苦手な方にも食べやすいと思います。反対にごぼうの味を求めている人はちょっと物足りないかもしれません。弾力としてある生地は噛み応えがあって顎の訓練にはなりそうですし、ダイエットにも良さそうですが、反対にちょっと口の中の水分を持っていかれる感じがあったのはちょっと残念だった気もしますね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブ、ヘイエン。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。